私のポケモン頭テカテカ。どういうこと？ハゲてるの？ハゲてるの？ということで、ムーランド。なんか普通にさ、陸上やけんケンタロスの方がいいんかもしれんけど、この子の方がなんか普通にしとっても走るの早いけんさ。ついつい。なんか、あ、こっちじゃないな。道具が落ちとったよね、まだ。どの辺、あ、こっちじゃない。また同じ間違いをするところだった。あら、ヨーテリー。いっけー、月光が。とりあえず、シャシャッと。さあ、それじゃあ、ちょっと拾い損ねた。ごめんね、お姉さんのお尻に激突したけど。スペシャルアップを見つけた。よし。そして、お姉さん、何を見てるの？バックパックにポケモン詰め込み、巡り巡って今ここにいる。バックパッカーなのね。なんでお尻？バックパッカーのみちこが勝負を仕掛けてきた。普通に正面を向きなよ。お、ややこまー。かわいい。かわいいけど、やっつけさせていただきます。ほい、それじゃあ。さあ、行け、ピチュー。月光が交代だ。あ、あとちょっとでレベルアップするね。うわー、すげえ。ちゃんと途中羽ばたいたりするんやね。おーし。ピチュー電気ショック。あ、まだか。ピチュー電気ショック。バリ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 。あと2回ぐらい必要かな。その前にやられそうやけど大丈夫か？あ、これはもうあと1回は。あー、どうやろ。これでまたピチューやられるっていうのもあれやけんね。とりあえずもう月光が戻っておいで。あとちょっとでレベルアップっていう状態でずっと止まっとるっていうのもあれやけんさ。ピチューいつまでもレベルが上がらんことになる。よし、ここはもうシャッと辻切りでやっつけてしまえ。へえ、怠けるなよ。もうピチューがあとちょっとっていうところまでしてくれてるから。いっけー、辻切り。シャ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 。よし、オッケー。よし、ピチューレベル16。やったね。バックパッカーのみちくとの勝負に勝った。なんと私のところに敗北が巡ってきた。うまいこと言うね。私もあちこち巡っているから、島巡りが面白そうなの。すっごく上がっちゃうんだな。お姉さんは島巡りはしないの？こっちの方。あ、こっちの方にも確かおじさんが。おったおった。釣りとは道。ポケモンだけではなく、己に勝つ戦いなのです。己に勝つ、かっこいいこと言うやん。さあ、来い。釣り人の周平が勝負を仕掛けてきた。なんか昔のポケモンってさ、釣り人ってもうちょっとなんか、まあ、体型は同じような感じやけど、もうちょっと若い感じのお兄さんやったけど、最近は釣り人はおじさんなのね、フォルムは。あ、若い人もおるんかな、もしかして。さあ、辻切り。草タイプのポケモンは私多分持ってなかったよね、今。もう一発や。ごめんね、ニョロも。ニョロも可愛いよ、ニョロも。己に勝ってもあなたに負けてしまうのか。まあ私は強いから。てか月光が強いから。しょうがないよ。ポケモンが騒いでも慌てず、びっくりマークが出るまで待つのです。ちょっと一旦釣ってみようか。ね。ポケモンライドはしない。やっぱり、もらったからさ。え、これってさ、なんかこう、ショートカットみたいな、設定はできんのかな？釣り竿。フリースペース、フリースペースっていうのは何？なんか移動したけど、あ、ここか。ん？違う、ここか。で、釣り竿。岩陰に向かって。岩陰。釣り、この辺ってこと？バック。え？あっこからは使えないの？
あ、もしかしてこれポケモンから降りんといかんのかな。じゃあ降ります。そしてポケモンライドじゃなくって、バックで釣り竿、使えないんですけど、岩陰に向かって使うんだよね。この辺じゃないの、岩陰。なんか場所が決まっとんかな。使えねえ。なんか私ムーランドライドもそうなんやけど、使い方のわからないものがいっぱいあるんですけども、なんてことだ、有効活用ができねえ。それじゃあとりあえずもう一回乗って、あれよ、牧場に戻ってさ、なんかウソッキーがおるんやろ。ちょっとそのウソッキーを確認しに行きたい。あ、パラス、懐かしきパラス。パラス可愛いのにさ、パラセプトに進化したら可愛くなくなるんよね。ね、ちょっと悲しいことに。さあ出ておいでカビゴン。よし。そして、あー、やめてよカビゴンを毒状態にするのは。あー、なんか毒状態になったらさ、しゃっくりみたいな感じに見えることない？よし、手加減いっけカビゴン。どうやったらあれが手加減できるんやろうね。確率にのしかかったよね。プチって言いそうやけど。よし、ここで、あー、カビゴン耐えてね。あ、結構な感じで体力吸い取られるな。ほい、スーパーボール。スーパーボールももうだいぶ少なくなってきたけん、解除しとかんといかん。さあ捕まってくれ。どうだ、おっしゃー、やった、パラスを捕まえたぞ、イエーイ。ほい、ここで、あ、そういえばお手入れをしてね。パラスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。登録完了。この後お手入れできんよね。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。パラス、キノコポケモン。頭中化層という背中のキノコは長寿の薬、乾かし粉末にして使う。また生えてくるんかな。ニックネームはいらない。そしてボックスへ。私毒消しのやつ持っとったかな。バックで、ここでいよいよ、どれが毒消し系だっけ。全くわからねえ。これってさ、説明とか何も出てこんのやっけ。なんか出とった出とった。毒はこの辺 HP で、あ、これや、あ、そっか、モモンか。じゃあこれをカビゴンに。あ、やっとこの辺の道具が役に立つ。お手入れっていう機能があるけんさ、全然あの辺の道具使うことなかったんよね。あ、違う違う、水に入っていくんじゃないよ。はい、そして牧場へレッツゴー。6番道路っていうのは一体どこ。まあ、とりあえずは来た方を戻っていくか。こっちの方やったかな。お花牧場。そう、ウソッキーは一体どこね、おじさんおじさん。トレーナーとポケモンは言うなれば親子みたいなもの。元気なだけで嬉しいもんよ。ねえ、お花ぼ、あ、ねえねえ、回復してくれる？ありがとう。ポケモンを元気にしてもらいました。ありがたや。あ、あっこにアイテムが落ちてるじゃないか。あんなところに。あら、泥バンコ。いつ見ても間抜け面だわ。ねえ、気が抜ける顔しとるよね。さあ月光が水手裏剣を放て。シャ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 。よし、いいぞいいぞ。効果は抜群だ。よし、それじゃあそこの車の影に落ちているアイテムをちょっと拾っとこうね。通れねえ。こっちからか。ああ、通れない、降りないとダメなのね。なるほど。はい、アユナはお守り小判を見つけた。お守り小判ってあれよね、お金が増えるやつやろ。あ、こっち来たことなかったんかな。
ねえお姉さん、私のポケモン頭テカテカ。どういうこと？ハゲてるの？ハゲてるの？2回聞いたけど。ポケモンブリーダーのミチルが勝負を仕掛けてきた。お、2匹持っとる。誰？ヨーテリー。なんで頭？いや、ふさふさだよ、大丈夫だよ。そういうことじゃないんかな。なんかもっと、ちょっと待ってね、ポケモン。イワンコあたりかな。いや、違うね。格闘系の技持っとる子はおらんかったんか。なるほど。じゃあ、こんままでいっか。へい、じゃあ月光が。水手裏剣。ごめんね、速攻でやっつけちゃうよ、私。よし。じゃあ、もう一匹の方が、ハゲとるってことかな。どう?毎回絆変化するのね。もうずっとこのままの格好でおればいいのに。ガーディ、え、ふさふさじゃん。あい、え、ん?おしゃまりの方出してみようかな。よし。月光が交代。いっけー、おしゃまりー。いや、いいね。お久しぶり、おしゃまり。うわー、なんか急激に威嚇されたよ。よし。うわー、バブル光線。いいね。刃が素敵よ、おしゃまり。よし。効果は抜群だ。いや、ガーディも可愛いよね。私超好きなんだけど、お、ニュースじゃない。ニャースレベル19。私のポケモン負けても可愛い。まあまあ、親バカってやつか。私のポケモンつい頭慣れちゃうの。手を挙げるとハイタッチしてくれるポケモンもいるんだって。マジでめっちゃいいやん、それ。あ、こっち側に行ける。お、やっぱりアイテム。アイナはヒールボールを見つけた。よーし。ねえ、でさ、ウソッキーどこにいるか知らないっすか？あ、いた。いたわ。お、水炎の試練をこなしたんだ。じゃあ、落ち込んだウソッキーに水セットを見せてあげてよ。なんで落ち込んでるの？嘘嘘。逃げてった。おかしなケアを襲いかかってこず、ロイヤルドームに向かっていった。ロイヤルドームって何？水のゼットパワーを思い出したのか、ウソッキー走り出したね。サンキュー、通れるようになった。お礼にこれをあげるよ。なになに？お、アユナは神秘の雫を手に入れた。ありがとう。ウソッキーたち、ロイヤルドームで鍛えるのかな？知ってる？ロイヤルドームではバトルロイヤルができるんだぜ。へぇー。そんな場所があるのね。6番道路。あ、こっちが6番道路か。ストレートストリート。なんかそのまんまやね。一直線な道ってことか。ほい、それじゃあ、ムーランド。あ。なんか、早く移動できるのはいいけど、アイテムを見落としそうになるけんいかんな。その辺は気をつけんとね。短パン小僧のアントニーといえば、アローラ地方に俺一人だぜ。短パン小僧のアロ、間違えた。短パン小僧のアントニー？アントニー？何？外人さん？みんなそんな感じの名前やっけ？ブビー。ん？名前合っとるよね。名前合っとるよね。うん、ブビーよね。よし。水手裏剣で。おお、言うことを聞いてくれ。ブビーもあれよね。進化したら可愛くなくなるポケモンの一匹だわ。まあでも強いイメージはすごいあるけどね。おお、やべえやべえ。いけ、あー、まだ。言うことを聞いてよ。燃やされるよ。てか、それ自分のさ、自分の水手裏剣というか、自分で水出して消せないのか、その炎の渦は。さあ、水手裏剣。よし。ごめんね、ブビー。効果は抜群だ。ん？ 2 匹持っとった、相手。1匹かと思った。でも一匹やったらここで変化してもあれやもんね。ってことは2匹いるのか。短パン小僧のアントニーはヤングースを繰り出そうとしている。
ヤングース。ヤングース、いや、このままでいいよ。さあ、来い。そして、辻斬り。しゃしゃ。よし。一発。さすが月光が。イワンコがレベル20に上がった。お、どんどんみんな上がっていくね。アローラでただ一人の俺に勝ったんだから、お前すごいぜ。いやでも結構みんなただ一人な気がする。ね。君だけじゃなく。よく考えればお前も世界に一人きりだな。ちょっと待てよ。すごいじゃないか。それなら世界に存在する全ての人がすごいってことになるよね。お、なんかあっこにおじさんいたけど。おじさんというかおじいさん。何このポケモン。ムヒヒューン。どんな鳴き声だ。そこのポケモントレーナー、ちょっと手を貸してくれるのか。何、なんかすごいモサい格好してるな。こっちじゃ。眉毛がすごい。よよよ、ケツ向けんなよ。っていう、メレメレのポケモントレーナーじゃないですか。こやつらポケモン泥棒だが、お主知り合いなのか。覚えてなーい。そりゃないだろう。わらわ、ハプ。都会はすごいの。ポケモン泥棒が堂々と街をうろついておるとは。ふむ、そなた一人任せるぞ。泥棒じゃねえよ、ビジネスじゃねえか。メレメレしくじってアーカラン飛ばされて負けるもんですか。よっしゃ、頑張ってやろうじゃないの。あ、じゃあ一人はそのハプーがやってくれるってことね。来たよ来たよ。もういいってそのポーズ。ってことはあの時戦ったポケモンじゃない、あの時戦ったトレーナーってことか。顔が一緒だからさ、どいつかわからんけど、この二人はもうずっと付き合っていくことになるんだろうか、この先。さあ行き、月光が辻斬り。なんかごめんね、なんかごめんね。ここまで飛ばされてまた一発でやられるっていうね。お、ピチューがレベル17、さらに飛ばされるんじゃないかな。すっからかんだわ。544円しか持ってなかったの。いっぱい失敗、涙酸っぱいじゃないですか。ふわわん。むひひゅん。バンバドロ、こやつらを踏むのか。あ、もしかしてあれかな。うん、誰だっけ、忘れたけど、あの馬の進化系、あのお坊ちゃまみたいな髪型の。よーし、やれ、後できちんと洗おうでな。俺ら逃げるっすか、さよなら告げるっすか。もう一度言っておくぞ。相棒がスカスカ言ってるの、記憶に残るためだからな。なのに覚えてないって言ってごめんね。本当に覚えておけよ。忘れます。ほら帰れるか。ふわわん。あ、この子が盗まれてきた子ってこと。ほら、あそこのおじいさんが気になるんだけど。おお、自分で戻っていく、よかったの。そなたのおかげじゃ。名前は何というのだ。あゆなか、良い名前じゃな。それに何と言っても心根の良い戦い方じゃ。わらわも目的のためあちこち島巡りをしておる。またどこかで会おうぞ。助けてくれてお礼もしたいしな。今すぐしてくれてもよろしいけど。あ、今思い出した。泥バンコの進化系ってことかな。ヒヒュー。結構ないかつい感じになるんやね。そうだ、アイナ。バトルロイヤルをしてみるといいぞ。そなたの強さなら大丈夫と、バンバドロも言っておるでな。ほら、なんか泥バンコを入れ替えたみたいな感じの名前しとるやん。あれやね。トレーナーとポケモン似すぎじゃね、なんか。髪型といい。早く早くロイヤルドーム行きたいのと。うるさいよ、せかさないで。ちょっとそこのおじいちゃん、おじいちゃんがアップをしよるけど。俺ブリーダー、ポケモン育てて増やすっす。え、おじいちゃんよね、なんか喋り方若いけど。いいよね、若いね、おじいちゃん。ポケモンブリーダーのウィリアムが勝負を仕掛けてきた。さあ来い。一匹か。お、ウソッキーやん。さっき逃げ出してウソッキーじゃないよね。いっけー、月光が。ってことで、さっき逃げ出したウソッキーが怖がっていたであろう水のジェットパワーを使ってやろう。スーパーアクアトルネード。はあ、踊ってるよ踊ってるよ。全然気合入らねえよ。なんかでかくなった、月光が。月光が解き放つ戦略のZ技、
スーパーアクアトルネード。おー、いいねいいね。あ、これはあ、でも1タイトルすげえ。大丈夫？てか、あんな技食らったらさ、なんかトラウマにならない？やばいよね。だいぶやばいよね、さっきの。いやー、あれはちょっと、死ぬね。逃げ出すね。ほいよ。普通にやっつけてあげればよかったんだけど、ちょっと使ってみたかった。俺、ブリーダー、負けてごめんす。いえいえ。いえいえっていうのもあれやけど。俺ブリーダー、預かり屋さんを示す。そのブリーダーアピールは必要なのかな。お花牧場、ロイヤルアベニュー。ロイヤルアベニュー。アベニューって何やった？街道っていう意味やったっけ？こっちに行ったらまた違う場所。あ、なんか目的地になっとるやん、あっち。あ、ポケモンセンターもあるし。あ、町？おー、なんか新たな町に着いたよ。あ、なんかすごいあれ風船？張り手山と、カイリキーかな。ゴーリキーか。いや、カイリキーか。なんかイベント中ってことかな。いいね。何が？何も良くないよ。なんかちょっと、いかついおじさんやけど。バトルロイヤル。4つの島の4匹の守り神で一番強いポケモンを決める遊びをトレーナーが真似ているぞ。それはバチ当たりにはならんのか。大丈夫か。まあ一大イベントってことかな。人が捨てたゴミを食べるポケモンもおる。何が大事かはそれぞれなんじゃな。でもそれでポケモンがお腹を壊したらどうするのさ。ほんでここに、あ、ハイパーボール。こんなところに誰か落とし物してるよ。届けてはあげないけどね。なんかこのおじさんすごい歩き回るね。いいねって言った人。ちょっと待って、こっちに先に行ってみようっと。すごい動きもあるけど、私もちょっと回復してから他も探索していこうかな。お、攻撃が高いポケモンで強い技を連発します。でも守るという技で攻撃を防がれちゃうんだ。私も多分そのパターン。グワックを。ここに座ってる人はスーパーメガヤスはお買い得ね。なんかエプロンつけとるなって思ったらスーパーの店員さん。ただ安いってことにはいろいろ訳があるんじゃないかな。へえ、怖い。訳ある商品っすか。お、黒いお姉さん。ポケモンの長所を伸ばす？それともどんな相手ともそれなりに戦えるようにする？どんな相手ともそれなりにがまあ一番いいような気はするけど。え？通信で交換したらポケモンが進化したんだけど。あー、いるよね。ゴーリキーからのカイリキーみたいな。私のポケモン可愛がってね。交換したから育ちやすいよ。あ、人からもらったポケモンはなんか経験値多めにもらえるよね。はい、じゃあ回復をお願いします。それではお預かりいたします。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。じゃあ街の探索と行こうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。